早く出て行って。この声であまり話をしたくない。仮面がない私に近寄らないで。 またのお越しを。 邪妖は私が滅ぼす。賊と戦ってる英雄さんか。仲間にすればきっと大きな戦力になる。でも残念ながらどこにいるかつかめていない。 まずは目の前の敵を倒しつつ中央を制圧しよう。感じだ。 妙な世界、ドノバンの策略としか思えない。また私で実験するつもりなの？ <音声>覚悟して。あなたたちを倒して ここから抜け出してみせる。邪魔をしないで。って何の話だ。狩りの時間だ。油断しはしない。もしかしてあなたに見とれてたから怒ってる。とぼけても無駄よ。その手は食わない。手荒れの真似をしてすまない。 どうしても話を聞いてもらいたくて。美しい英雄さん、この世界を救うため共に戦ってくれ。ごめんなさい、悪い人ではなさそうだけどすぐには信じられない。言っちゃったか。まあ当然だな。でも俺は諦めるわけにはいかない。
彼女の気が変わるのを信じつつ、ひとまずここにいる族は討伐しておこう。俺たちの縄張りを取り戻せ。誰か助けて。なんであのところに民がいるんだ。俺を誘い出す罠か。でも見捨てるわけにはいかない。踊ってるみたいね。もっと激しく。まだまだ上乗せよ。楽しんでね。あら素敵。熱い思いを感じる。敵を買ってどうすればいいの。あら素敵。行くぞ。私も応援します。この調子でいい流れですよ。生きるために。倒しそうに。お見事です。さすがは汎用の騎士ね。よし、いい感じだ。かかったな。門を閉めろ。入り込んだ奴らをぶっ潰してやれ。やっぱり罠かよ。俺は相変わらずアマちゃんだな。時間が経てば救援が来るはずだ。それまで民を守りきる。あの人、危険な目に遭うと分かっていて、神のために。俺に勝てると思ってんのか。笑わせるぜ。奴ら息が上がってるぞ。どんどん攻撃しろ。まだ来るのかよ。倒せんのか。もっと人数をかけて攻撃しろ。くっ、さすがにこれ以上は耐えられない。なんだこいつら。やっちまえ。あなたたちはこんなところで倒れるべきじゃない。そんな気がする。だから力を貸すわ。こっちは任せて。あなたたちは別の敵を。ありがとう。あなたには感謝してもしきれない。あなたたちに私は倒せない。恨まないで。出てきたあんたが悪いんだ。Yeah.
やはり私でなくて。強い。一旦引け。よし、門が開いた。味方と合流し、敵本陣を目指そう。注意して、誰か隠れてる。遠回りした方がいいわ。情報収集は忍びの基本。この戦場は把握してるから、私を信じて。よし、いい感じだ。キュートなくのうちさんね。私はリオ。二人で思いっきり盛り上げましょう。ええ、よろしく。あなたはなぜそこまで戦うの？俺に勝てると思ってんのか？笑わせるぜ。私こそ世界最強の騎士だ。無双の騎士っていうとこだっけ。クソ、バレた。なんでわかったんだ。美しい英雄さんが教えてくれたんだ。残念だったな。味方を狙う殺気を感じる。こっちへ来て。よし、いい感じだ。私は狩りの時間だ。私は死ない。ドノバンに囚われ、ひどいことをされた。それからは望まぬ宿命と戦う日々を。この混沌とした世界はそんな悪夢を思い出させる。一刻も早く抜け出させて。この戦いで分かってくれたと思うけど、俺たちはあなたがいないとダメみたいなんだ。どうかそばにいてくれないか。あなたの言葉は軽くて調子がいい。それにどうしようもなくお人よし。でもその心に嘘はないと思う。だから一緒に行かせてもらうわ。わかった。なんだって。え？く。頼む。はあ。おお。く。おお。英雄さん。
戦いは避けられない。参ったな。ここが民が行方不明になったっていう森。まあ確かに不気味だね。誰か助けてくれ。おや、見覚えのある姿ですね。こんなところで会うとは思いませんでした。ありがとうございます。民の捜索中に自分も迷ってしまいました。進んでも進んでも同じ場所に戻ってしまって、もうヘトヘトですよ。霧で何も見えないね。慎重に行こう。化け物だ。これは霧の壁。先には進まない方が良さそうだね。びっくりした。こんなに暗くては危なくて進めませんよ。無限変身竜リクリク。邪魔をしないで。青い花、綺麗だ。でも何だろうこれ。増えた。やっぱりこの森はおかしい。もしかして邪王の仕業かな。出演以来か。また花。これ何かの目印かもしれないね。その通りに進んでみよう。私が出ましょう。望まれたから。リオに任せ。誰か助けてくれ。今の声、行方不明の人じゃない？おい、助けに来たぞ。これでいいのね。邪妖まで来てるとはね。まさかお前たちも英雄じゃないよな。実にお見事です。どうかお助けください。これが役に。ありがとうございます。もう二度と出られないと思っていました。
つらどこから。こいつら手ごわい。誰か助けてくれないかな。無限変身竜レクージンプルス。邪魔をしないで。ヨルドの力。今すぐここから去るんだ。すぐには効かないか。美しいお嬢さん、少しだけ君の力を貸して。勇敢なお嬢さん、少し術を強めてみるから時間稼ぎを頼めるかい。やっ、うん、なんか絵に描いたような色男さんだな。俺はダリウス。この森に住んでいる。留守の間に怖い思いをさせてすまなかったね。今奴らに暗示をかけているんだが、彼らには俺の術が効きにくいらしい。確かに敵の力が弱まってるみたい。あの人は結構すごいのかね。あなたはさっき何もないところから出てきたよね。その術で味方を安全な場所へ移せない？それは難しいね。敵の強い意志に阻まれているのか。ここでは少しの距離しか移動できないんだ。さあお別れだよ。よかった、うまくいったようだね。くそ、なんだこの森は。凶暴な化け物どもめ、どこへ行った。お前たち、なぜこんな怪しいところにいる。さては化け物の仲間か。火を使うつもりかな。森を焼かれたら民を連れて逃げられなくなる。これは鬼の仮面の出番か。お嬢さんたち、また手伝ってくれるかな。そいつを捕まえてくれ。俺が暗示を。無限全身リム、レクージンプルス。邪魔をしないで。追かける。俺の目を見るよ。さあ、元いた場所。無限全身リム。レクージンプルス。邪魔をしないで。とに火をつけなさい。これが。倒せない。あなたはなぜそこまで戦うの。我が部、とくと味わうがいい。敵を止められなかったか。待て、森に火をつけろよ。何味方の陣地に火をつけてんだ。敵は大混乱のようだね。そろそろお引き取りいただくとしよう。てめえら、よくもやってくれたな。この森はこの世界での安住の地なんだ。
それを燃やされては困るからね。勇者に挑もうってか。いい度胸してるぜ。勇者に任せな。チクショ、勇者も肩なしだ。次はこうはいかねえからな。これは戦う宿命。騒がしい連中はようやく帰ってくれたね。君たちの協力のおかげだ。さあお嬢さん、帰り道はエスコートしよう。エスコートか、いいね。今度リルに行ってみよっと。ねえ、うん、はあ、おお そうだね。ねえ、うん、はい、うん、はは、おお、ああ、よし、生きるために私は殺す。愚かな人間たちよ、裁きの時は来た。落ちるだけよ。また人間たちが運命に引き寄せられた。落ちなさい、今すぐ。裁きの時は来た。あの魔女さん、やる気満々だね。倒せば話を聞いてくれるだろうか。この景色見たことがある。どこにいようが変わらない。私はただ人間を裁くだけ。人間は残虐な罠に切り裂かれた。ベルトが見たら大笑いするわね。魔女がいるという噂を流し、好奇心旺盛な人間をおびき寄せて狩る。俺は完全に魔女さんの策にはまったようだ。
女はどこへ逃げたんだ。二手に分かれて探そう。なんだと？まさかそんな。味方が罠に足止めされている。早く魔女さんを捕まえて解除してもらわないと。分不相応な追跡者よ、私が始末してあげるわ。もう迷わない。ブラーボー、実にお見事です。人間を華麗にさばいたわ。アイリアがいたら満足げにうなずくでしょうね。魔人の娘が邪魔をするなんて、そんなに死にたいの？ここに罠を操る英雄がいると聞いた。力を貸してもらえないか交渉してみよう。こんな時に四季のご登場かよ。いや、魔女さん。残念ながら愚かな人間同士争うのよ。またしても魔女さんに逃げられたか。仕方ない、まずは四季を追い払おう。彼女の説得はその後だ。あの魔女とやら相当来てる。命を懸けて味方にする意志はありやなしよ。精鋭分隊の名にかけてお前を止めてみせる。暗い、私の前に現れたから。では足りてるかしら。すみません、見ていて。倒させてください。私ごときの叶う相手じゃなかったら。お見事ですね。これで流れも変わるでしょう。私もいい。なかなかの腕前ね。この俺が苦戦するとは。私が応援します。ブラボーですわ。あら、私でいいの？素晴らしい活躍ね。逃げ場は。これが時人から教わったこの層の力。これで楽しんでね。これでいいの？私の邪魔をするとならば消えてもらえ。やはり私でも気にしてやろう。いいとこ見せちゃうよ。
敬意を表し、今は引こう。あなたに罪はない。ただ私の前に現れたから。命をつないだ生贄を私が必ず落としてあげる。これでいい。すごいな。これが英雄の力か。ここは私のいるべき世界ではない。早く元の場所へ戻らないと。魔人の娘が裁いてやる。もう迷わない。彼女本当に魔女かもしれない。顔色一つ変えずに次々と人を倒していく。あなたがいたから倒した。ただそれだけ。話しなさい。ちょっといいか。ああ。何？いや。ああ。頼む。ええ。それが役目なら、よし。